あれはいい加減だよね。いい加減ですよ。沢田研二が好きなんだ。でもジュリー大好きです。ジュリー好きなんだ。はい、おお、ジュリー結構コンサートでも歌ってます。あれは危険な二人、はい、今日まで二人は恋という名の旅をしていた。言えるあなたは年上の人、美しすぎる。ああ、それでもあれさ、ちゃんと歌ってる曲ないね。ないです。じゃあタイトルコールいきますか、はい、そろそろいきますよ、はい、坂崎幸之助と桜井雅人と吉田拓郎のオールナイトニッポン。僕らもそうでした、本当に。いや、拓郎さんにしたこと、だって拓郎さん興味がなかったら何も言ってくれないじゃないですか、うん、でもそれはお前らは本当にふざけてるけど、なんかで売れるからなとかって言われると心強かったよね。本当に、いや本当ですよ。わあ、なんかで売れるんだ。もう坂崎にとっては神様ですけど、僕にとって仏様みたいなもんですから。すいません。じゃあ最後に拓郎さんともう一曲、4人で、窓という曲。窓、いや、ないと思う。俺、ね、だって出したことないですよ、僕。俺、出してないだろ。オーラ、あんまり出してないと思うんだ。そうです。あのね、オーラ出してるのはやっぱ高見沢で。そうです。圧倒的だ、あいつの。あれ、いらないって言っても出てるもん、オーラが。あれ、昔からですもん。あ、前からなんだ。前から。うん、ああいうやつなんだよね、うん。人間ってそういうのあるね。うん、そして、ヒゲも剃らない。剃ったことないです。一度だけ、ビクターからアルバムを出すときに、うんうん、日曜の常川さんに、お前がそのヒゲを剃らなかったらアルバム出さないって言われて。変な、アイドルフォークだったからな。そうなんですよ。それで一回剃って、で出る頃にもう伸ばしてましたけど。どうせ生えてくるんですか。あの前林さんのか。そうなんです。いろんな常川日曜の人とかいろんな人がさ、はい、こういう形である日売り出すとかいろいろするんだけど、あんまりその気がお前たちになかったね。なかったです。正解です。正解じゃない。結構ね、そういう意味では船頭さんが多かったんですけど。船頭さんはいろいろなこと言ってるけど、はい、君たちは失敗する形ですね、はい、あれはね。今思えば。今思えば。はい。休校。休校。聞いてないからね。今度聞いてないんですよ。桜井はね。わ、聞いてない。これがすごいんですよ。あ、そうそう。桜井のすごいとこは、はい、あの音痴テストでも。あ、そうか、音痴テストやってくれ。じゃんつじゃん。たったよくこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。まあおかしいやそれ。え、she's been dead.
メリアン。メリアン。メリアン。今日は桜井が来てくれましてですね。はい。はいはい、日本酒も結構もうだいぶ。いやいや、そんなことないですよ。ああ、演技です。そうだよね。演技です。演技です。パフォーマンスです、はいはい、桜井が持ってるベースの中に王将ベースってのがあるの？あります。何これ？あの王将の形をした、うん、まあ、ベースで、あの ESB で作ったね、はい、でポジションマークが全部 あのコマが入ってます。あ、それでヘッドが、なんで王将にしたの？醤油好きだったんです。それでヘッドが負なんですけど、うん、一つ失敗したのが負の裏に金にするのを忘れてたんですよ、まあ、裏をね、裏を。だからどうしたのって顔してますから。いや、すいません。そのな、ライブウェイに春が来りゃ、イエ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 イ、ウルサイドに夏が来りゃ、イエ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 イ、いいわ。レナウン、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 娘がおしゃれでシックなレナウン、ワンサカ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 、イエ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 イ。これね、釜石さんが歌ってた。ああ、そうですよね。ネタで歌ってたもんね。うん、俺大好きだったこの曲。拓郎さんは大学1年生でした。だからワンサカ娘よく聴いたよ。ああ、ドライブウェイに春が大好きだったな。うん、知ってる。僕はコーラスやったっけ。君といつまでも加山雄三ってさ、羨ましい人だよね。あのいつも女の子にモテてさ、ね、幸せだなとか言ってていいしさ、幸せだな、なんか何でもギターでもさ、何でもできちゃうもん。サッカーでも水泳でも全部、はい、雪山行ってみる、何でも OK でさ、はい、ここで映画になっちゃってさ、最高だよなあれ、うん、俺ね人の人生羨ましいと思わないけどね、加山雄三羨ましいと思うね。何とか知んないけど何もかもできていいな。その頃からでもやっぱり拓郎さんから見て加山さんすごい人だなと思いました。あの曲がね、うん、かっこいい曲作るなと思ったな。オリジナル曲多かったですもんね、うん。炭鉱作っていう名前もちょっといい名前だなとか、うん、ちょっとセンスあるなと思ったな、うん。この曲は僕らは拓郎さんから知ったと、うんうん、このボブ・デランのさ、はい、最初の頃の、まあ、日本でボブ・デランってあんまり知ってる人いなくてさ、はい、むしろ CBS ソニーに俺がボブ・デランのアルバムを宣伝したぐらいさ、はい、ボブ・デランを知らない人いなくて、うん、最初にボブ・デラン聞いた人びっくりしたしたと思うの。俺もしたけどさ、はい、ンパンダンピンサパンデブデブエンゴニーヘニーフー、おかしいんだよ、よくわかんない。歌ところがこの人の曲ってよく聞くとすごいメロディアスなんだよ。メロディーが綺麗なんだよ、はい、あのカバーした曲ってすごい全部綺麗じゃないですか。あれはラブソングみたいなそうってから ね PPA もそうだし、バーズもそうだし、すごいんだよ。みんなすごい綺麗なんだよ。本人が歌ってるのはよくメロディーがわかんない。この人はメロディーメーカーなんだ、うん、実は、うん。これやっぱ自分でキャラ作ってるんですか、ディラン。この人はこういう人だね、元々は。この人は最初からこういう人だね。だからちょっとわからない、うん、ちょっと普通の人が、まあ、インタビューなんかあってもわかんないわかんないこと言うからね、大体。あ、そうなんだ、うん、A っていう質問に対して、うん、A のに対する答えじゃないものを言うんだよ、うん、高見沢みたいなもんですか。高見沢のチンプンカンプン。トンチンカン。トンチンカンプン。トンチンカン。あ、そうなんだ。この人はちょっとイントロ行きましょうか、はい、どうぞ。バスはバスが止まって行き道に外は雨が降って、外は雨、ガラスガラス窓に窓、いっぱい並んだまだ、いっぱい並んだこまだで、誰かがをすぼめてタバコに火をつけた。それからそれから、人はみんなみんな傘をさし、傘をし、まるでまるで心を傘で隠せるみたいに、みたいに黙って雨の中を歩いてる。それから雨はどこかの風と一緒に、どこかの風と一緒に、色の葉っぱを一枚落として、それからみんな雨に濡れて歩いてた。雨の中をバスは
足は動き出し。続きましてはこのコーナー行きましょう。クイズサビキラー。今日は桜井が来てますけどね。A メロを聞いて、まあ、B メロ続きをですね、はい、あのサビを、はい、そのまま続きで歌うと勝手に。なるほど。そういうやつなんで、誰のない遊びコーナーなんで、はい、怒んないで聞いてる。はい。くどいね。じゃあ前のやつ聞いてみましょうか。山田さんじゃないか運転手さんよ。いやいや私は山田じゃないよ。あらまた山田さんだと思ったから声かけたのに。まあそんなことはどうでもいいから行き先言いなさい。噛んだから噛んだから噛んだなえのって過ぎて高円寺から下町の方までスクロリッと回って行ってくれないよ。関係ないんだよ。高円寺から下町行くの。首都高使いますか。下で行きますか。関西系から動かない。できるいっぱい関西系の頭が好きね。これ下が好き。これすみません。
これからいよいよなんか面白くと楽しくなってくるな人生っていう感じで。